ユタクライン・シミットは、ドイツ出身の女性ラリードライバーである。ドイツ、ケルン出身。オーバーバイエルン、ベルフィテスガーデン育ち。元は1987年から1992年まで二輪選手として、1996年まで、史上初の二輪と四輪のクロスカントリーラリーの選手となる。1997年には四輪に洗練し、ダカール・アガです。 ダカールラリーに出場、総合5位となる。1999年に、三菱のワークスチームである、ラリーアートに加入しグラナダ、ダカールラリーに出場、総合3位となる。2000年に、パリダカール、カイロラリーに出場し、総合5位となる。2001年にはパリダカールラリーで、初優勝を果たした。2004年には、ダカールラリーへのワークス参戦を開始した。 フォルクスワーゲンに移籍するが2006年を最後に VW から契約を打ち切られたため2007年は BMW から参戦。しかし2008年はダカールラリーそのものが中止となり2009年は参戦を見送っている。2021年現在は国際自動車連盟において世界ラリー選手権のセーフティディレクターを務めている。一方で同年より シリーズが発足するエクストリーム E において、レースコース設計のアドバイザーとリザーブドライバーを、兼ねる、ジョーカードライバーに起用され、シリーズ第2戦で、アプトクプラ G の代役を務めた。そして、それを契機に、同年6月には、同チームとレギュラードライバーとして、契約を結んだ。58歳にして、レーシングドライバーとして、現役復帰することになる。 ABF1 ハイパーニュースハットエールアティア、ノットインタレストインダカー、リターンイフルールズドン TCHANGE-MOTORSPORT.COM2021 ダッシュ年1月16日、エクストリーム E もう一人のジョーカーは、砂漠の女王ユタクラインシミットに引くオートスポーツ2021年3月23日、ジョーカーからレギュラーへ。 58歳のユタクラインシュミット、エクストリーム E 参戦決定、オートスポーツ2021年6月25日、ありがとうございます。